国鉄滝17,500経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別車である滝14,800型についても本項目で解説する。滝17,500型は、 カプロラクタム専用の35トン石タンク車として1969年11月21日に3両、1971年11月29日に1両の合計4両が日立製作所1社のみにて製作された。記号番号表記は特殊表記符号、高前置士、小滝と表記する。本形式の他にカプロラクタムを専用種別とする形式には、 一14,800系の1形式のみが存在した。落成時の所有者は住友化学工業の1社のみでありその常備駅は日本本線の鶴崎駅であった。1973年11月6日に全車4両が日本石油輸送へ名義変更された。1979年10月に制定された化成品分類番号では90が表記された。 タンク体は二重構造であり、ステンレス構成の内タンクに耐抗性高張力構成ので構成され、二つのタンク体の隙間はウレタン発泡断熱材が充填された。小瀧17,500、小万17,502の2両は1978年2月2日より、同年8月31日にかけて新たに申請されたタンク体に交換された。二役方式は、 タンク上部にある駅で入れだからの上入れ、上出し式である。荷下ろしの際には、加圧窒素を併用した。車体色は黒色。寸法関係は、全長は 1920mm、全幅は 2754mm、全高は 3860mm、台車中心間距離は 8020mm、地上は19.0トン、換算量数は、赤車5.5。 空車1.8であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C であったが、小滝17,500、小滝17,502の2両は、タンク対交換時に平らじく受け、コイルバネ式の TR41DS-13 に改造されている。1987年4月の国鉄分割免営化時には2両が JR 貨物に継承され、 1995年度末時点では、現存していたが、2001年4月に2両とも廃車となり、同時に、形式消滅となった。多機14,800型は、カプロラクタム専用の35トン石炭車として1969年から1981年に、かけて9ロット34両が、川崎重工業、三菱重工業、富士車両の3社にて製作された。 記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し小滝と表記する。落成時の所有者は、梅高山、三菱化成工業の2社であった。1984年2月28日より1985年2月28日に、かけて、三菱化成工業所有者5両が、日本陸運産業へ名義変更された。1979年10月に制定された、 化製品分類番号では90が表記された。タンク帯はステンレス構成で厚さ1 5 0ト、mm、ルのウレタン断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式はタンク上部にある液で入れ管からの上入れ、上出し式である。荷下ろしの際には加圧窒素を併用した。小瀧14,803小万14,806 小滝14,823の三両は1974年8月1日に新たに申請されたタンク帯に交換された。車体色は黒色、寸法関係は全長は 11,100mm、全幅は 2,900mm、全高は 3,930mm、台車中心間距離は 7,300mm、地上は18.4トン、換算量数は 赤車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C と、平ら軸受け、コイルバネ式の TR41DS-13 と、コロ軸受け、コイルバネ式の TR213C であった。1987年4月の国鉄分割民営火事には29両が JR 貨物に継承され、 1995年度末時点では12両が現存していたが、2007年10月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー810、鉄道車両年間2008年版、P116 国鉄滝14800、 経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。